朝野達夫は日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。ドキュメンタリー映画、豪的なり山津の監督であり、ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のあなたファンでは、スタンバーグと脚本を共同執筆したことでも知られる。日本記録映画作家協会委員、世田谷を記録する会会長を歴任した。日本映画データベース等で混同されている大英の制作者、 浅野達夫は別人である。1916年1月1日、栃木県宇都宮市に生まれる。北海道函館市の旧姓、北海道町立函館中学校を卒業して、上京、旧生、東京高等工芸学校機械科に進学するも、在学中に文芸外、図丼等の文学運動に関係しており、1936年7月10日、 講座派の一斉検挙である、コムアカデミー事件に関連し、同志関係者として、浅野次郎、中島正吾らと共に、検挙されている。同年、同校を中途退学する。講座派の山田森太郎の勧めにより、九百三十八年九月、満二十二歳の時に、芸術映画社演出部に入社、記録映画増産を背景に九百三十九年九月に発表された、農村に、 価格ありで監督に昇進する。1942年には、馬場栄太郎、加藤康志らと共に、満州映画協会京民映画部に出向する。同時期、土俵祭、竜の美崎、古事記大賞を制作した大英京都撮影所の人物として、同姓同名の人物が混同されているが、こちらは浅野が、万英に出向した年に、大英に入社しており、出身地も年齢も異なる。 朝野は逮捕歴があるため、監督資格を停止されることもあった。この時代の代表作は、ススコーの英雄である。第二次世界大戦後は、朝日映画社にあって、監督作、君たちは喋ることができるを1946年に発表する。言論の自由を得た、戦後の民主主義の時代にいかに喋るべきかを解く作品で、左翼傾向が強いとされて、 劇場公開はされなかった。1947年には民衆映画にあって解放調整を行くを発表。その後、東方葬儀前夜の東方撮影所で助監督を務めており、チーフの浅野のセカンドに就いた後の映画監督の少林総計によれば、左翼の論客で今井さんをやり込めるくらいのマルキシストであったという。 1949年には新世界映画社と老英国鉄映画製作団の共同制作による豪的なリアマズといったドキュメンタリー映画を発表した。以降、フリーランスとして活動する。1952年7月3日に公開された風の噂のリルは全くの商業作品、劇映画であったが、須藤克也と共に共同脚本を執筆しており、 翌1953年6月28日に公開されたジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のあなたファンではスタンバーグと共同脚本を執筆している。同作を制作した滝村和雄が制作した人生とか本花嫁の晴天』の脚本を若い元なと共同で私のすべてをの脚本を梅田春を市川コンと共同でそれぞれ執筆し東方が配給して それぞれ同年7月14日、1954年5月12日に公開されている。あなた班の監督補佐であった、タ田口は、私はシベリアの捕虜だったの制作者でもあったが、彼が監督した台風の目では、同じく監督助手であった岩下正美と共同で脚本を執筆、1955年8月21日に、東方が配給して公開されている。 その後も、日活、東映の作品に脚本を提供していたが、1957年5月1日に、新東宝が配給して公開された、日本刀物語では、若い元なり、安藤岩尾と共同で脚本を執筆し、同じく共同で監督し、8年ぶりで監督業に復帰した。新東宝の初代社長佐世翔三郎が代表を、 勤める映画制作会社日米映画が日本テレビ放送網と提携して制作、テレビ放映の数日後に劇場公開するテレビ映画のシリーズを開始、浅野は麻薬害の殺人、殺人と拳銃、野獣軍の三作を同年11月から翌1958年4月にかけて監督している。1959年11月12日に、 公開された、なだれの中の花嫁を監督して、以降は、日活、新東宝の商業作品に脚本を提供する、傍ら、大いなる歩み、人間の復活といったドキュメンタリー映画の制作、演出に復帰した。1961年8月31日、新東宝が倒産、関西支社を中心に設立した新東宝工業が、ピンク映画の制作、配給を開始、 朝野は1964年にカメラは見た痴間を制作、監督、動作は同年7月15日に公開されている。その一方で同年にはドキュメンタリー映画北海に生きるを監督第19回毎日映画コンクールで企画賞を受賞している。ピンク映画については翌1965年3月に公開された濡れたヒーンは同年4月公開の 毎春、同年8月公開の女心の歌、同年11月公開の18人の脱走娘を監督して以降は関わっていない。1970年以降は記録映画に専念し、1972年には山の小玉、1976年には東京の下町を監督している。1991年、日本シナリオ作家協会が主催する。 第14回シナリオ功労賞を、杉本明、山田天吾、井出正と、池田一郎、川西正墨、田辺虎をと共に受賞する。2006年9月15日、東京都内で死去した。満90歳没。2007年7月27日同年9月26日に、東京国立近代美術館、フィルムセンターで行われた特集、イケル。 映画人を忍んで2004から2006では、朝野忍しび、8月5日9月7日に、あなた藩、8月22日に、豪的なリアマズが上映された。制作、監督、脚本、編集等のクレジットについては、公開年月日の右側に付した。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。国立国会図書館蔵書による朝野の論文。 掲載シナリオの一覧、ありがとうございます。